スマートフォンユーザーの悩み。祖父母がスマホを使いこなせず孫の成長をシェアできない。大阪から9時間スマホ普及率が最も低い地域の一つ多良間島。島に住むおばあ清村光子さん。メールまだやったことない。島を離れ家族と暮らす息子清村仁さん。最近は年に1回行けたらいい方じゃないですかね。携帯の使い方がねあまり上手にできなくて、写真を送ろうにもね受け取れないとか、今日もかけたら繋がらなかったです。運動会だとか本当に見せる機会がないのがまあ残念なんですけど、会わない間にね子供たちはすごく大きくなってるんでね、見たいだろうなと思いますね。スマートフォンを使えないのであれば使い慣れたツールをスマートにすればいい。ソフトバンクはひとしさんとチームを組んでおばあが使い慣れたツールをアップデート。孫の成長を簡単に見守ることができるプロトタイプが生まれた。ソーシャルメディアで子どもの成長をシェアしてもおばあは見ることができない。そこで SNS 新聞。それはソーシャルメディアからできた新聞。 SNS の投稿を新聞にリデザイン。プリンタからポストに新聞が投函されます。すごい清村新聞見てごらん、情が載ってるよ。みんな情の新聞ね。今日の初めての運動会。届けてくれるのは大切な人の毎日です。おばあは孫の日々の成長を感じることができない。そこで妹身長柱。それは孫の身長を柱に残すリモートデバイス。スマホのカメラで身長を計測。カッターデバイスが名前と日付を身長の高さに刻みます。どっちが大きいと思う？これと上に自転車はなんだ。その柱が家族の歴史になっていく。すごいな。これ何が書いたの？おばあに孫の動画をシェアするのは難しい。そこでクラウド VHS。 それはスマホに保存された動画をシェアできるビデオデッキ。動画をクラウドにアップロード。リンクを QR コードに変換。ビデオテープに貼ったコードを内蔵カメラがスキャンして動画が再生されます。巻き戻しもできます。一番一番なこれはもう大切なもの。止まっていた思い出が動き出す。おばあは孫をもっと身近に感じ続けたい。そこでスマート黒電話。それはビデオチャットができるダイヤル式電話。スマホからビデオチャットを発信。受話器を取るとテレビがついてビデオチャットが開始されます。一緒に歌ってね。はい、ジャンプモード、手ジャンプモード、手。いや、素晴らしいよ。
てよかったさ。もっともっと母親に伝えられたらいいなと思うんですけどね。